豊岡市の荏原駅で先月、駅のホームに取り残されたベビーカーが線路に転落し、2歳の男児が怪我をしていたことが分かりました。 JR 西日本によりますと、先月25日午前10時ごろ、 JR 山陰駅の荏原駅で電車に乗ろうとしていた女性がベビーカーを車内に引き上げようとしていたところ、扉が閉まり、取り残されたベビーカーがおよそ1メートル下の線路に転落しました。ベビーカーに乗っていた2歳の男児は額に擦り傷を負いましたが、電車に接触した形跡はなかったということです。30代の男性運転手は通常通り安全確認を行ったとしていて、影になって見えなかったと話しているということです。 JR 西日本は再発防止に取り組むとしています。